そう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 。そうしてくると皆さん指だけじゃなくて指の先っぽだけじゃなくて広いところが出てくると思います。これいわゆる手のひらのところです。小門と言いますね。ここも指紋と同じように一人一人違う模様が入っているわけです。